はい、2月の21日、雨が降ってる、いろんなことができないからちょっと動画を1本撮ろうかなと、今倉庫ができて部屋が片付いてきてるのでね、もうすぐ YouTube のなんていうかな、スタジオというかそういうのができるから、またその時に動画アップします。この倉庫がいらないというから今解体して駐車場の上に持って上がろうかなと。はい、完成。雨が降ってきた、中を今から棚を作って物をここに置く。これだけあるとね、部屋が片付くんよ、下の部屋が。銭湯から手を引いて、YouTube のスタジオを作るというかね、ネット配信をするようなスタジオを作ろうかなと思って行動すると、あれ不思議なもんやね。そう思うと、自然と YouTuber が集まってくる。本当面白いもんやな、やっぱな。何かを行動すればやっぱそれに付随するようないろんな出来事が起きる。今ね、今こんな帰ってないけど、うちの温泉のお客さんだった高校生だったのがね、大学に行って大学を辞めて YouTube をして、なんと今ね約6、7ヶ月ね、6、7ヶ月の間にもうすぐ13万人。YouTube の登録者がもう13万人になるよ。もう6ヶ月、7ヶ月。それと、インスタグラムとか何やかんやで、いろんな登録者が30万人おると言ってから、すごいなと思ってね、半年足らずでから、こんなことになるんかなと思うんやけども、どんな動画かというのはね、ゆるぺち、ゆるぺちというエクササイズっていうかな、これ。まあ、わからんけど、まあ、それで検索すれば出てくるわ。それで見てください。今ね、この子が、うちのクライマーの部屋というかな、クライマーが来た時に、泊まる部屋に住み込んでしまった。住み込んだちゅうわやけど。まあ、いろいろ事情があって、さあこれからどうするかなと思うけど、 YouTuber にさせようとは思わんかったんやけど、まあともかくこの子の高校の時にね、今からネットとかそういうような通信によるコミュニケーションというかな、そういうものをやっぱ知らないとなかなか生きていくのがね大変だということをね言ったんだけど、まあ YouTuber になるとは思わんかったな。本当にそれもあっという間に。まあ人間ちゃ分からんもんやな、どんなところでどういう才能が発揮するか分からんねや。あとね、また猫の動画を配信している人も来ているし、あと温泉の入浴をするシーンを撮っているというね、YouTuber もいて、まあその他ね、まあいろいろ連絡すれば、なんかいろいろ集まってきそうな感じがするね、この状態なら。でともかくね、YouTuber っていうのは意外に少ないよ。もうまして田舎はね、なかなか YouTuber に巡り合う機会っていうのはないから、結局、情報がなかなか取れない、いろんなね、どうすればいいのかとかいうのが。でもまあ、こうして YouTuber の集まりというかね、YouTube スタジアムみたいなものを作れば、集まっていろいろなんやらかんやら。ね、情報交換していいとこも悪いとこもああだこうだ言いながらね、みんながうまくやっていければいいかなと、そういう感じです。まあ人の動画もともかく自分の動画もね配信せんとあれやけど、もう今ほんと時間がないよ、時間が。忙しいっちゅうか忙しいよな、やっぱな。もうちょっとやな、銭湯の方も地域の温泉にしようと
してたんやけどもね、結局ね、なんていうか責任者というかな、そういうところにたどり着くよね。となると結局僕が離れられんというような結果になってしまうからね、どうすればいいもんか考えようんだけど、人を雇って時間を作る方法しかないかなというのは今の状況です。まあ今回この銭湯を辞めるとかなんとかいうのはね、なんていうかな、他の仕事と違ってね、パッと辞められん状態になっちゃうんちゅうかな。結構みんなこう不安がおるんよ不安がおるもんやけんね、パッと辞められんのやな。やっぱな、釜の間の時はね、自分だけの問題やからね、もう辞めりゃいいんやけど、まあ自分だけといってもね、まあ社員がおったけん、社員がおっても辞める時は辞めるんかも。やっぱまあ銭湯の継続はここ1年のうちで何らかの方法を考えようかなと思ってます。はい、それではそういうことでイルピチを一回見てくださいこれ本当にすごいよな半年でから 10万人を超えるなんかね、そんな見たことないな。あるんやろうかな。ちょっと今から調べてみよう。おりょ、ちょびちゃん、ちょびちゃん黒やけん露出が若干オーバーになるな。補正がかかってね、逆光補正の反対値感じやな。結局この全てオートやからあれやね、露出のことは考えんでいいちゃ考えんでいいやけど。のびちゃん、顔の割には可愛らしい声出すなお前の。はい、これがスマホの24ミリソフト。やっぱ怒り山がね、大きさが違うわ。こんな感じやな。とちょびちゃん、ちょびちゃん、ちょびちゃんおいで、ちょびちゃん。ちょびちゃん、なんかほんと家出してからの少し減量したけんちょっと細くなったわ